Hello, Internet! If you were wondering what 4,980 or 5,480 yen, that's 42 or 46 US dollars, worth of Puyo Puyo Tetris will get you, where the PS4 and Xbox One's versions are slightly more expensive and include all of the DLC up to the date of the release, well, so did I. So, let's see what it's like. テトリス。I apologize in advance for my really bad Puyo Puyo gameplay. My ability to chain is still that of a blindfolded infant with no arms. Puyo Puyo テトリス。Okay, options here are Adventure Mode, Dream Arcade Single Player, Dream Arcade Multiplayer, My Data, Internet, and Lessons. I'm just gonna jump straight into Adventure Mode. And for the remainder of this video, my voice is going to be replaced with that of the Japanese Seiyu, which have been employed to increase the value of this game. すさまじいほど平和だよ。一般的な女子中学生として平和はとても喜ばしいけど、何かこう切り口の鋭いことが起こらないかな。例えば空から友達が降ってくるとかなんてあるわけないよね。言わなくてもわかります。アミティとアルルでぷよぷよ勝負をしていたら、同じ色のぷよが4個揃って消える時のいつもとは違う不思議な力に巻き込まれて、元いた別の世界からこっちへ飛ばされてきてしまったんでしょ。その通り。グー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 、ビンゴー、久しぶり、元気そうだね。はあ、ぷよぷよとした謎の物体であるぷよぷよを消していると、相変わらずどこへ飛ばされるかわかりませんね。でもそんなに悪いことじゃないと思うよ。こうやってまた君に会えたんだから。そうそう、だからぷよ勝負ってやめられないよね。あは、そうだね。それじゃあ早速記念にぷよ勝負を。ほんと好きだね。またすぐどこかに飛ばされちゃうかもしれないよ。えへへ、友達と一緒なら怖くないもん。今度こそとんでもないところに飛ばされるかもしれないのに。とんでもないところって？そうですね、例えば宇宙の果てとか。それってよくわからないけれど、なんだかとっても面白そう。それってちょっと行ってみたいかも。グググン。またまた。え？あれ？まさか。わあ！空から何かがたくさん降ってくる。降ってくると言ったらぷよぷよかな。またこの展開。ちょっ
っと待って、よく見て、グググググ、え、あれってぷよじゃないよ。本当だ、四角くていろんな形してる。素直に申しますと、何あれ、知らないよ。周囲にボタボタ降ってくるよ。いつの間にか取り囲まれた。あ、あ、なんだか四角いものが一列揃って消えるの。そうなの。そしてまた飛ばされるの。おう、こっちへ来てくれ。ピー、定期報告を始めよう。ピーピピピピピ。ああこちらスペースシップテド号、俺は艦長の T。 星座空間のどこかへ O を通して報告する。今日も異常なし。テド号は平和だ。終わり。ピーピピピピ。ん、いちいち報告する必要があるのかって。そう言うなよ、これも艦長の仕事なんだから。ピーピピピ。平和が一番だ。それに、そうそう事件や事故なんて起こるはずが。あ、ピピな、なんだ。またか、異常なしって報告したそばから。あっかん、今、娯楽室の方から聞き慣れない変な声が。あっかーんって聞こえなかったか。ビビビビ。行ってみよう。ここがどこだかさっぱり見当もつかないところに一人だけ飛ばされている私、あかんやろが。報告する。テド号に見たことのないヘンテコヒラヒラの服を着た女の子が突如現れ、一人ツッコミを繰り返している。ピー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 。そんなにせかすな。おう、なんていうか、あまりにもそのどうしていいかわからないだけだ。そこの君。うん？見たことのないヘンテコぴっちりの服を着た男子が私に話しかけている。まさか私の世界にあの四角いものをボッコボコ振らせて私をここへ飛ばしたのはあなたなの？え？そうとなったら勝負です。待てと言いたいところだけど、なんだか錯乱してるしちょうどいいかもな。ひとまず勝負でもして落ち着いてもらおう。ピー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 。やっぱりあなたもあれを消して勝負する人なんだね。ああ、君もそうなのか。なら話が早い。行くぞテト。不要で勝負だ。テトリスじゃないのか。ぷよぷよじゃないの。そして始まっちゃうの。
ならいつでも受けるよ。勝負できちゃいました。そして負けました。なんだ今の。見たことのないぷよぷよとした謎の物体は。え、ぷよぷよ知らないの？気になることは多いけどさ、まずは自己紹介しよう。俺は T、 このスペースシップテト号の艦長で、俺にはテトリミノを操り消す力がある。なるほど、さっきのがテトリス。私は安藤リンゴ。どうやらぷよぷよを消す力があるようです。ぷよぷよ、さっきの丸いものか。うん、そのぷよを消しているうちに多分飛ばされてきちゃったんだ。おそらく何かこうワープ的な。それはさておき、突然で悪いけどわざとじゃないんです。助けてくれませんか？不思議だな。勝負をした今、なんだか君のことを信用できる気がするよ。実は私もです。あのサーティー、飛ばされる前に友達といたんだけど、その子たちもここに来ているかもしれないんだ。そして私のように派手に錯乱しているかも。わかった、一緒にテト号の中を探そう。誠にありがとうございます。帽子をかぶった子が君の友達だよな。うん、そうだよ、アミティって言います。わーい、見つかって嬉しいな。ところで、あの
毒舌も滑らかな激しい女子は誰？あれはエス、テト号の乗組員だ。艦長でしょ？ビシッと止められないの？なんていうか、すまん。ピー、苦労してるんだね。おーい、エス！ピー、遅い！え？艦長なら、エスの安全なお昼寝を守るために突如現れる不審者を先回りして引っ捕らえておいてよ。できるか。役立たず。なんだと。うわー、変な服の人がまた増えた。アミティだっけ。落ち着いてくれ。俺はかくなる上は勝負だよ。まあそれが一番早いかもな。いざ、テトリスで、ぷよぷよで勝負だ。ならいつでも受けるよ。今の四角いのって何？でもなんだか楽しかった。どうやら落ち着いたみたいだな。詳しい説明はおいおいいたしますが、このぴったり服の男子はピーというお名前で、私たちを助けてくれるんだよ。そっか、ありがとう、ぴったり服さん、じゃなくてピー。どうも。さて次はアルルを探しましょう。アルルっていうのも君たちの友達だな。うん、そうだよ。聞こえたらそこら辺にいるんじゃないかな。グーグー、よくわからないが。グーグー、それならさっきあっちで聞いた気がするんだけど。なるほど、じゃあ早速向かおう。
でも受けるよ。から狭いところに入り込んでプルプルしてるのがテト号のエンジニア、アイだ。あれがエンジニア？この船大丈夫？そう言うなよ。アイは少し怖がりだが、とても優秀なんだ。おーい、ジェイとエル、その辺にしとけよ。だから、ジェイとエルは何にもしてないって。さっき見慣れないものを見たらしくって怯えて物陰から出てこないんだよ。見慣れないもの？グーグーと鳴く黄色い生き物と変な服を着た女の子だって。そんなのテト号にいるわけないのにね。キャハハハハハ。それってかなり確実にアルルだよ。はい、その子たちはどっちに向かった？ピピピピピ。ああ、このままじゃ拉致が開かないな。テトリス勝負で落ち着いてもらおうか。
ホールド。やっ。せい。さてさて。ホールド。せい。調査しますか。やっ。ビューティフォー。せい。ビューティフォー。ホールド。ならいつでも受けるよ。T、取り乱してすまなかったね。もう大丈夫か？ああ、とてもいい勝負だった。すっかり落ち着いたよ。さて、見慣れない二人組のことだが、足取りも軽やかにあっちの方へ走っていったよ。そうか、ありがとう。ふん。どうした、リンゴ。予想以上の立ち直りっぷりにリアクションを取り損ねているだけだよ。でもこれでアルルたちの居場所が分かったね。ああ、急ごう。ならいつでも受けるよ。追い詰めたぞ。言う通りにするんだ。さあ、観念して。ちょっとアルル、あの丸っこいロボット
嫌がる僕にしつこく迫ってきて、廊下は走るなとか、好き嫌いはやめろとか、手洗いうがいしろとか、ハンカチを忘れるなとか、おしとやかに振る舞えとか。ん？恐ろしい要求？僕はそんな風に窮屈なのが何より苦手なんだ。グググぐ。ああ、すまなかったな。そいつはゼット、テト号の乗組員だ。すごくいいやつなんだけど、少し口うるさくて。君もこの丸い人の仲間なの？ああ。それじゃあ、君も僕に恐ろしいことを言うつもりだな。そうなる前に勝負してもらうよ。まあ、いいけど。頑張れ、ティ。いわゆるパターンだから。ああ、任せろ。それじゃあ、いざ！ぷよぷよで！テトリスで！勝負だ！ならいつでも受けるよ。はー、楽しかった。グッグッグー。気分は収まったか？そうだな。あたしもびっくりしたんだよ。テトリスっていうらしいです。へえ、たくさんの場所を見てきたけど、まだまだ知らないことだらけなんて。世界は広いね。ね、カー君。グググググ。何はともあれ、これでやっと全員揃いましたね。あとは帰る方法だけど、ぷよでも消していれば、そのうち飛んで帰れるんじゃないかな。グググー。そんな投げやりな。あ、ティー、何事ですか？わからない、テト号の緊急警報だ。ビビビビビコックピットの方で何かが起きているようだな。急いで戻るぞ。ぷよぷよした謎の物
物体が突然溢れ返って、ヘッドホーがコントロールを失ってるのよ。うわー、とっても嫌な感じに見たことある気がする。カオス、いい艦長でしょ、なんとかしなさいよ。無茶言うな。ビビ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 、なんだって。このままじゃテト号はあの青い星の引力に捕まって墜落する。ふん、キレイ、とにかくプヨを消さないと。グググうん、みんなで頑張ろう。リンゴ、俺もやる。俺にもそのプヨの消し方を教えてくれ。オッケー、その代わりもしみんな無事だったら私ティーにテトリミノの消し方を教えてもらうんだ。リンゴ、なんだか今立ててはいけないフラグが立ったような気が。プヨは同じ色を4つ揃えれば消えるよ。連鎖とかお邪魔プヨとかテクニック的なことはもろもろあるけど、ぶっつけ本番でなんとかなると思われます。それじゃあ、いきますよ。レッツプヨ勝負。ならいつでも受けるよ。ティって人すごいな。すぐプヨ勝負を覚えちゃった。よーし、あたしも。方っていうやつ、エスにも教えなさいよ。え、協力してくれるの？やったー、ありがとう。とってもいい人だね。あのね、デッド号が落ちたらエスだって困るんだから、当たり前というか。この子どっかボケててイラっとくるな。とにかく早くしなさいよ。
ピー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 。あれ、君はピーの相棒のオーだっけ。ピー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 。君とピーってどこか僕とカー君に似ているね。グググピーピーピー。ぷよを消すの手伝ってくれるの。ピーピー。わかったよ。それじゃあいざぷよぴよレッスン。だいぶ消えてきたな。みんな頑張ったもんね。そうだね、これなら。ダメだ、次から次へとどん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 湧いてくるよ。グググーグー。おう、テドゴンはあとどのくらい持ちそうなの。
報告する。スペースシップテト号はコントロールを完全に失い、あの青い星へ不時着する。やっと。それ、ついに来ました。